こんにちは、速稼塾の久保です。一部の方には大変お待たせいたしました。ナイト2000のですね、まあなんて紹介といいますか、これからいろいろとね触ってみたいと思いますんで、ちょっとよろしかったらお付き合いくださいませ。まずこれ今エンジンかかってない状態で、まだねドアも開いてない状態です。もう本当にまだリセットした状態なんですよ。これからナイト2000に電源を入れて起動するところからスタートしようかと思います。まあいろいろとね解説しながらやりますんで、ちょっと時間いろいろとかかりますけども、ご覧いただければ幸いです。よろしくお願いします。じゃあちょっと失礼します。まずね、エンジンルームを開けますんで、ちょっと失礼します。はい、エンジンルームを開けて、で、このね、つっかえ棒で、私の6尺棒ですね、カンフーの時使ってる6尺棒で、まず、このボディを押さえます。これ、なんでこれをするかっていうと、これね、トランザム83年式ですか、5700cc なんですよ。でエンジンをかけて走ると、とにかくこの中オーバーヒート寸前ぐらいまで熱が上がります。で夏場なんてのはちょっとね油断すると本当にオーバーヒートするんですよ。そのくらいデリケートなエンジンなんですよね。それでダンパーがついてるでしょ。ダンパーっていうのはこれです。これがボンネットを支えてくれるはずなんですけども、熱でね傷んでしまって、押さえないとダンパーが自力で上に上げてくれるっていうふうにはならなくなるんですよね。まあそれでいつも棒で押さえるようにしてますけども、でそれでね、他にお話しすることといったら、そうですね、とにかく熱がものすごく上がるんで、このレプリカは冷却水をですね、ものすごくいいやつにしてくれてるんですよ。これはまた後ほどこれだけをピックアップして紹介しますけども、とレース用のすごく大きい冷却水をつけてくださってるんですよね。まあですので基本的にはオーバーヒートする心配はないんですけども、ただね、30マイルとか40マイルとかで、この通常走行を街中とかでちょこちょこしてると、110度、120度上がっちゃって、エンジン止めざるを得なくなっちゃいますんで、ものすごくね、心配です。で、だいたい100キロ前後で走ると、この空冷ですよね。空気が入ってきて、それによって冷えるんで、逆にスピードを出した方が、エンジンってのは温まりにくいんですよね。オーバーヒートしにくいんですよ。まあ、それでこれからキットに電源を入れてますんで、皆さんご注目でございます。始動します。セキュリティシークエンススタンバイ。システムを作動します。システムのチェックをします。少々お待ちください。終了という感じで、という感じでですね、キットに魂が入るわけですよね。交通量すごく少ない道なんですけども、そうは言っても1時間に1台か2台車走りますんでね、たまにこうやって音声が途切れます。はい、こういう風にスキャナーが流れてますね。かっこいいですね、ここが。で、こちらのライトも開きますし、今ね、お見せできるかな、ちょっとカメラ動かしていいかな、まあ後にしましょうか。フォグランプも結構こだわってつけてらっしゃるんで、これはこれでまたフォグランプだけで紹介する場面を設けようかと思います。このような感じで、一旦ですね、キットの電源スタンバイのところを終わらせていただこうかなと思います。どうもありがとうございました。一旦失礼します。はい、じゃあナイト2000の紹介のね動画の続きですけども、これ1983年式なんですけども、当時の車にはしては珍しくですね、キーレスがついてるんですよ。要するにリモートコントロールでキーをオープンできるんですよね。ちょっとやってみましょうか。こんな感じですね。はい、防犯システムも働いてますんで、これで、キットが問題ないよって言ってくれたんで安心してドア開けれます。ドアを閉めてください。で、開けっぱなしを防止するためにこういうふうにね語りかけてくれるんですよね。ギアが細かいですね。じゃあ一旦入ってみますんで、一旦ね動画の方閉じさせていただきます。はい、ナイト2000の内部に来ました。ちょっと声が聞き取りにくいかもしれません、すいません。実は車内ね、むちゃくちゃ狭いです。もともとスポーツカータイプなんで、車体も低いですしね。で、車内環境もそんなに広くは設けてないんですよ。本当にね、
3ナンバーで 5700cc にしては運転席も狭いですし、助手席も狭いですし、後部シート2人乗れるようになってるんですけども、基本的に人は乗れませんね。首がこういう風になっちゃいます。だからお子さんが2人乗るぐらいだと思った方がいいかなと思いますし、あとね、あのシートの足の部分がものすごく狭いですから、やっぱりね、小学校6年生とか中学校1年生ぐらいまでが乗れるかなと思いますね。後部シートは基本的に人が乗れるようにできてませんので、私がキットにナイト2000に誰かをお乗せする時でも1人が限界です。で、しかもあんまり環境良くないんで、あんまりね、乗って快適ではないです。今、皆さんが乗ってらっしゃる車とかタクシーとか、そういったものを連想されるとね、軽自動車とか、今すごく快適になってますんで、なんせ37年落ちですから、その当時の技術で作った車、プラス、インパネの部分がぐっとね、ナイト2000が入ってますんで、キットが入ってますんで、電子部品の分だけこっちにせり上がってますから、シートを一番後ろにした状態でもまだまだ狭いんですよ。で、私の体格が身長180センチで体重が85キロから、多い時に89キロになるんですよね。もう本当にパツンパツンで、身動き取れない状態です。とてもね、余裕がないです。足元なんてこうやって目視できないですね。まあそんな形で、乗っています。それではですね、電源を入れたりとかね、いろいろと操作していきたいなと思いますんで、ちょっと一旦カメラを切らしてもらいますね。はい、この辺りから私の顔は映りません。車内環境ギリギリで撮影してますし、あとカメラに対してマイクの向きがカメラのね、ムービーの内蔵カメラしか使ってませんので、かなり声も聞き取りにくいかもしれません。すいません。とりあえずね、キーを入れてエンジンをかけてみようか。エンジンはちょっとすいません、かけれませんので、電源オンの状態にしてみようかと思います。キットは起動します。はい、電源が入りましたね。ちょっとカメラ舐めますよ。ご覧のようにバックミラーついてませんから、バックミラー代わりにこちらのバックカメラが常に起動している状態です。もう一つモニターがありますけど、こちらの方には DVD が映ったり、 CD のコントロールパネルが映ったり、カードが挿入されていません。その他コマンドが出るようになってます。で、こちらの方まだ眠った状態なんで、キットに電源を入れてみましょう。今ね、音がしてるのはレーダーなんですよ。これで警察無線を傍受したりとか、近くに何があるかってことを教えてくれます。これはレーダーです。で、キット全体のメインの電源を入れていきますね。Hello, welcome aboard. はい、ナイト2000に命が吹き込まれたような状態でございます。こちらの方にはエンジンの回転速度が出ます。こちらの方には、なんかね、速度ですよね。速度なんですけども、これ見てお分かりにならないかもしれませんけども、これマイルで出てるんですよ。メートルパーマイル、じゃない、なんだよ。すいません。時速何マイルっていう風に出てます。すいません、ちょっとこの辺、たどたどしくって。で、このマイルで表記されてると、今スピード何キロだったかなみたいな感じで、実はですね、スピード違反の恐れがあるんで、本当にめんどくさいような感じがしてすいませんけども、日本語表記の、時速何キロっていうのはこちらの方にね、出してるようになります。これ、ナイト2000のレプリカを乗ってらっしゃる方も同じように多分されてると思うんですけども、時速も表示できるようにして、スピード違反には気をつけるようにしたりね、あとは先ほど申し上げたと思いますけども、別の動画で申し上げたと思いますけども、時速30キロとか50キロあたりで走ってると、最もね、エンジンがダメになっちゃうんです。オーバーヒートしちゃうんですよ。あとは燃費もむちゃくちゃ悪いです。燃費は正確に測ることがなかなかできないんですけども、おそらくね、3キロから5キロの間で推移するんではないかなと思います。でも、まあ時速80キロから100キロの間で安定走行、要するに高速道路で気持ちよく走る分には、多分リッター10キロぐらいまで出るんではないかなと思うんですよ。燃費に関してはちょっと私わかりませんので、測れませんので、また別の動画でね、燃費を測るチャレンジをしてみようかと思います。こちら、スキャナーの操作ができるようになってますね。今、普通にね、よくあるタイプでフォンフォンと言いながら動いてると思いますけどもね。はい、で、こういう風になってるかなと。で、それぞれコントロールの説明をしていこうと思うんですけども、すごくね、説明長いです。1時間ほどかかりますんで、ちょっとずつやらせてもらいます。それでは今回は一旦ここで以上です。はい、それではですね、お待ちかねのキットとの自然対話、なんですか、自動音声
なんとかシステムですか、わかりませんけども、とにかくキッドと会話をするっていう仕組みをちょっとね起動させてみようかと思います。皆さんもテレビドラマをご覧の方はね、AI がいつか進化してこういう風に車と自分の友達や相棒のようにおしゃべりができる日ってのを待っていたんではないかと思うんですよ。一足先に体験させていただきます。ではお願いします。おいキッド。はいマイケル。ありがとうございます。おいキッド。はいマイケル。自己紹介してくれ。はいマイケル。では自己紹介させていただきます。私はキッド。この車ナイト2000の頭脳に当たります。いいえ録音ではありません。お時間さえいただければこの車ナイト2000の卓越した能力についてたっぷりとご説明申し上げたいのですが、いかがですか。自己紹介してくれましたね。おいキッド。はいマイケル。カーレースに出れるか。マイケル、そんな、私にカーレースに出られるかと聞くのはマイケル・ジャクソンに歌が歌えるかと聞くようなものです。いや面白いですね。いろいろとねこうやってキッドとお話をしながら一人旅も楽しく過ごせるんではないかなと思います。これから無限ともいえるこのナイト2000との会話を楽しみながら、このね、なんと言いますか、ナイトライダーライフを楽しみたいなと思います。もちろんですねこの楽しみっていうのは私がこれから日本全国できる限り回ってですね、この視聴者さんに触れていただいて見ていただいて話していただいてってこと、それをさせていただく、いわゆるですね私とこの動画を見てる方の共通の楽しみであり目的であり夢だと思うんですよ。とりあえずは7月22日、宝塚北サービスエリアの方に、なんですかね、鹿児島からいらっしゃる R34 マガジンのですね、吉谷拓郎さんといつものように2人顔を並べてですね、まあバカなことやってると思いますけども、皆さんねお付き合いいただければ幸いでございます。よろしくお願いします。